が今日のところは話が改まるんで、もういつものだとね、その前からの続きの話をするわけですけれど、今日はまあ話が改まるからそれは抜きにして直接言うと、いや私がね、このいつでもこの前の続きはっていうんで、その大体の話するのはね、私が学生、まあ、学校、小学校からそうだ、小学校も中学校も、よくずる休みしたもん。そうすると、初めて行って、この前のところどう、教師が説明しておいてくれないと分からなかった。きっとそういう人も多いんじゃなかろうかっていうね、自分にその経験がある。それでいつでもこの前来なくても分かるような話をするわけですね。大体親切な男だね。それで大東国江南東路小州総計算法輪寺大観禅寺、これはインドから、中国へ達磨大師が禅を伝えたんですね。その達磨さんから6代目がこの総計算法輪寺大観禅寺、これはだから 6代目の祖師、六祖江能大師のことで、この話は六祖壇教に出てくるわけですがね、こう立つという僧を参れ、自ら称す我法華経を独自すること三千部なり、私は今までに法華経を三千部を読んでますっていうのね、もうこれ法華経っていうのは初めからしまいまでね読むって言ったらなかなか大変ですよね。その京都の尼さんたちはあれだ、お通夜っていうとあれ法華経を全部読むのは癖らしいけれど、この頃は首相ぐらいで片付けんで助かるって言ったけどね、もうなかなか大変だ。それで一日一遍ずつ読んだとしても、完全部読むって言ったら10年近くかかるわけだからね、これ随分大変だと思う。それで行ったところが独創がそういわく、たとえ万部に及ぶとも経を得ざらん、空を知るにも及ばざらん、何年経ってもそのお経のね中身に到達しな、中身を知らないでいくら尿税が持って行って行ってみてももう何の意味もないっていうことね。で自分の空を知るにも及ばざらんっていうのは、自分の空を知って火を知ることにも及ばない。法達いわく学人は愚鈍なり、従来文字に任せて10年いかでか収集を諦め、私はバカな人間だからで、ただ法華経の文字だけ読んでるわけで、どうしてその中身内容までわかることありましょうか、こういうことね。そういわく何時試みに一遍を述すべし、我何時がために出せって、じゃあお前一遍読んでもらおう。そしたらわしがその中身実物の話を聞かせようっていうことね。で法達すなわち儒教法弁本に至りて、そういわくとどまるべし。法弁本っていうのは法弁本第二の、だから序本の次にその法弁本第二が来るんで、そんなにたくさん読んだわけじゃないから、初めの方に、ところが初めの方にまずこの経はっていう話が出てるんでね、この経はもとより因縁出世を終始とせる。このね法弁本の原文をの文章をちょっと口語訳のところで言ってみますとね、こういうことを書いてます。この法は資料分別のよく下するところにある。仏法はね、
その人間的な思いでもって分かるほどじゃないってことですね。ただ諸仏のみありて今しよくこれを知る仏さんだけがそれ分かるんです。世尊はただ一大事因縁をもってのゆえに世に出現したも、ただ一大事因縁のためにあの仏さんはお釈迦さんは出てきておられたんだということですね。シャリホツ、シャリホツというのは、まあ、シャリホツ尊者に呼びかけてきたシャリホツ。シャリホツ、いかなるか、諸仏世尊、ただ一大事因縁をもっての家に世に出現すと名付く。その一大事因縁をもって世に出現するというのはどういう意味かということですね。諸仏世尊は修行をして、仏の知見を開かしめ、頂上なることをえせしめんと欲するがゆえに世に出現したもの。まず仏の知見を開かせ、から修行に仏の知見を示さんと欲するがゆえに世に出現したもの。修行をして仏の知見を悟らしめんと欲するがゆえに世に出現したもの。修行をして仏の知見の道にいらしめんと欲するがゆえに世に出現したもの。でこれがまあ戒離五入中、ここにも出てくる開いてしまい示して悟って入るというね、戒離五入シャリホツ、これを諸仏は一大事因縁をもってのゆえに世に出現したもうとなす、こう書いてある。あの法華経の原文にはね。でまあそのところ、そこでそのこの経はもとより因縁出世を修士とせる。これこの因縁出世って、因縁っていうのはどういうことかって、これがねもう今の我々にはポーッとしてくるわけです。それでまた、いや今の我々だけじゃないんだと思う。昔から仏教の本山というか、何事も因縁じゃないのその程度でもってさ通ってきてんだから。だからね、仏教っていうものを自分に当てはめて仏教ってどういうことかっていうのを考えても見たことないで言ってるんだからね。だから仏教が力になり、なることはない。いやこの前もあれしたら、キリスト教は社会のために働いてるのに仏教は社会のために働かないのなぜでしょうっていう人がいい。まあこれ時々そういうことを言ってみた。そりゃそうだよ。あのキリスト教は何て言ってもあの教義っていうかね、そういうのがはっきりとそのもう決まってて、それで教えるから、そうするとまあそれを、まあ、よく自分に分かればそれが力になって出てくるんじゃない。俺は仏教の場合は、日本人にとって仏教の場合はみんな言葉が術語でしかないでしょ。簡約の術語だ。それでもってそれが一体何か、何だかわけのわからないこと、そのポーッとした混沌感情ね、混沌としてる感情でもってありがたいって言ってるだけだから、何の生きる力にはならない。それでまあその点因縁というのもね、一体どういうことかということね、一大事因縁を持って世に出現するというのはどういうことかって、これが大切だ。大体まあ、因縁というのは因と縁と、まあ、あるとすれば、因というのは原因だ、根本原因、直接原因ね。それに対して、縁というのは、その副原因ですね、その直接原因を助ける。そしてそういう妨げなきという因縁だ、原因だ。で結局ね、だから因縁出世っていうのは世によって世に出るってこういう、まあ文字通り言えばそういうことですね。それでその世によって世に出るということがこの経の
根本趣旨だ。 ところが今ね、今の我々原因というと、どういうことを言うかというと、まずこのあれですね、凶悪持ってる、皿低気圧が危険だとか、なんかっていう、そういうことを原因とでしょ。これもう自分はまず観察者の立場を置いて、そしてその、これはどうしてかっていうのはね、 そういう原因だけしか考えていない。しかしながらね、仏教はそういう観察者の立場に置くんじゃない。どこまでも自分ひっくるめた、ということになってくると、どこまでも自分の話かですね。で、だから、仏さんが世に出てくるって言って、お釈迦さんっていう、ものがそこにいてな。 で、だから私はこっちで観察者として行くしながら、お釈迦さんはそういう、そしてお釈迦さんのこの世に出てきた機械的原因は何であろう。それは麻薬人がそのなんとか大王が結婚して、そして子供を産んだからだというね、そういうのは生理的原因にはなるかもしれないけど、そんなところがね、仏教の話じゃない。どうしてもね、 世に出てくるっていうね、それの、このことにね、この仏教の話、仏さんをね、仏っていうのを言うと、今の我々みんな、これも混沌感情でね、お仏像をまず考えるんだ、あるいはお釈迦さんという他人考えるんだ、そこがもう根本から、 仏教から外れてる。どうしてもね、仏教の話はどこまで行っても事故の話だ。いや、ここに後の方にもガラッとって今すぐ出てくるでしょ。仏の知見とはただ汝が自身ないっていうんだからね、自分の話だ。そうすると自分がこの世に出る、子孫が、 子孫ってお釈迦さんがこの世に出てきたっていうよりもね、何より、自分がこの世に出てきたっていう話でなくちゃならない。そういうふうに受け取らなきゃ、この話が浮いちゃうんですね。で、この世に私はどういうことで、そういうこと。で、まあ、この、だから原因って言ってもね、 まあ、アリストテレスは、係争員、質量員、動力員、目的員なんていうのを挙げてるけど、これ、観察者として、機械的原因じゃなく、むしろ自分のこととして言うとね、自分は一体何を目的として出てきたか。で、そういう、 その目的、狙いがはっきりすれば、こそまた自分の生きる力も出てくる。その、そういうことから言ったら、まあ、目的員、動力員っていうのに、の方が当たってんだと。この機械的な原因じゃなくてね、観察者の自分のこと、俺の原因、生きている原因ってこういうことになるのね。 で、まあ、そういうことで、まず、我々何を狙いとして生きるのか。そこでもって狙いがはっきり決まれば、こそ力が出てくる。今も言ったよね、仏教の日本の仏教の人たち、仏教ってのが何か、何もわかんないから力になって出てくる。その点、少なくとも仏教を、 学び、仏教を修行する限り、自分の生きる力になって出てもらう。で、そういう点から言って、我々は一体何のために生きるのか。この世に生きる意味ですね。これがはっきりしないと。それがはっきりさせるために、お釈迦さんも出てこられたからね。
だから今言うようにその決してこれお釈迦っていうのはね他人の話としてただ聞いてちゃつまらん。でそうじゃないどこまでも自分の問題としてそして本気になってるその因縁出世っていうことを考えるべきだ。そうすると法華経も法華経はその話が書いてあるんだからこれ本気になって読めるわけですね。ところがそうじゃない、みんなその俺ら何のために生きるのかっていうことなんか考えないで法華経を読んでんだから、法華経がこのおとぎ話になでしかなくなっちゃうのはよくわかると。だいたい法華経法華経って昔から日本人は大騒ぎしてきてるけれど、本当に法華経の意味知らないんだから。それに対してこの今この話はね、六祖大師の話は法華経っていうのは自己の話だぞっていう話が書いてあるんですからね。でそれじゃあ我々一体何のために生きるのかってね、まあその辺にいる人は聞いてください。こんなことも分かるもんか、うまいもん食うてそして おもろい目するのがだけだってやったら、まあ、大阪人なら言うじゃん。そのあれですね、それでついでに大阪人はそんなこと言うのは変わるもんと違うかちゃうかちゃうかで、まあそのくらいね、我々生まれてこの世の中に生まれて出てきてそして生きるっていうのにそれがどういう意味を持つのか、そういうことを考えるっていうことはもう変わるものぐらいに思う。そのくらいに今の連中何にもそういうことを考えてないで生きてるっていうのが私不思議だと思う、あるいは野蛮だと思う。でいや こういう文章を見たこともあるの。何の人は何のために生きねばならないか、そんなことを考えてたとえ理屈が立ってもそれはへりくつというもんだ。そんなことを言うより我々事実として生きてるんだってそういうことを言うだからそんな事実として生きてんだから、それだから生きてるのが尊いと思ってんだ。それだったら人のものが欲しかったっていう事実がある、だから人のものを取ったそれでもってね通るかっていうんだ。それで人の財布に手出しておいて、そして事実の私は彼女が好きだったんだからって言って、だから犬や猫ならいいんだ、犬や猫なら思ったようにしてそれは事実だったからって通るわ。だけど人間というのはそういうそのただ事実で行動すればいいってもんじゃない、それどうしてるかっていうね、一体何のために生きてるのかってそういうこうところを疑ってその根底から自我試して生きるっていうか、そこに人生の真実っていうことがある。事実がイコール真実じゃないです。事実は事実、この私はこの欲望を持ってると言ってもだ、それが果たして真実であるかどうかっていうのはそれを大体生きる意味は何かっていうとこから考えて、そしてそこから自我試してそれにその本当に合う生き方をすればこそ真実っていうものなんでね。でだからその点もこの何のために生きるのか、生きる意味は何なのか、そういうことはね、そういう生きる姿勢を決めてくるということはとても大事なことだと思うね。で その点をまあそういう問題を持って法華経も、まあ、話も読んでからしちゃう。だから
この経はもとより因縁出世を終始とせる。たとえ多くの比喩を説くもこれより超えることなし。法華経上経はね、まあご覧になった方はもちろんたくさんいられると思うけど、全く読まない方も いられると思うんですね。読まない人のためにお話しするんだけど、結局の話、この法華経っていうのは非常に華やかな例を比喩ですね、例え話を引いていく。それからまた華やかな叙述がしてある。でその叙述の先っぽを文字通り受け取ると気違いで地味てくる。それでだから今の新興宗教のあれが大概法華経を根本にするのはその華やかで叙述比喩を文字通り守るから、これ狂信者になっちゃう。そうじゃない、比喩とか叙述の修飾ですね、そういうことは根本から根本をわきまえるためにあるんだから、根本をよく知らなきゃ。でたとえ多くの比喩を説くもこれより超えることなしだ。この一体我々何のために生きるのか、生きているということの根本的意味は何なのか、それ以外にはないんだ。そういうとその根本から見当たってこなきゃならない。で何者か因縁というにただ一大事ない、ただ一大事って、これがあれですね、ただ一大事っていうのまず大、ただ一っていうのね、これがもう問題なんです。ただ一大事っていうと、ざっと読むけれど、仏教の話としてはこの一っていうことが大切なの。一っていうことはどういうのかっていうとね、これは無二役無三、十方仏土中唯有一行法、無二役無三という言葉がある。この無二役無三、これも方便文に出てくる言葉ですがね、これ十方っていうのは、まあ、いつも私が言うけど、どっちにどう転んでも、どっちへどう転んでも仏さんの仏道中、そしてその中にはね、ただ一乗の方が、この一乗の一だ、ただ一つ、この二乗三乗っていうものがない、いろんな乗り物があるわけじゃない、たった一つの乗り物だ。そして無二や無三、二もなくまた三もなし、ね、でこの全く一つって何がまあ一なのか、二つまた三つっていうことはありえないっていうことは何かっていう、これは二つに分かれる以前の生命の実物です。私がいつも言うね、この頭で考えたらもう二つになる、これ分別だ。見るっていうことは見ると見られるとって言ってもう二つになってるでしょ、考えると考えるものと考えられるものってもう二つになってる、そしてあれがいいかこれがいいかって言ってまた二つになる、そういうね、その見る以前考える以前の実物だ、生命の実物。
これ観察者として見るんじゃないんだから、そういうね、自己は自己の自己切りの自己の生命を生きるってね、そういうこの二つに分かれる以前の生命の実物ですね。自己と他人とってですね、あるいは凡夫と仏とっていう、そういう二つに分かれる意味から大っていうの、ゆいただ一一大事の大、これも大切な言葉だ。結局私がこれももういつもこらえてる方は何でも聞いてると思うけれど、これ大っていうとね、比較して初めて大と小とって出てくる。そういう比較してね、こっちが大きい、こっちが小さいというような話はね、仏教では大とは言いませんが、それはどうせ小さいんだ。いや、あの、クジラは大きいって言ってもね、それは飲みよりは大きいけど、でも地球よりは小さい。いや、地球は大きいのかっていうと、それは銀河系宇宙よりは小さいと、こういうね、そういうふうに、あの、比較すればみんな小さくなる。そして、本当の大っていうのは何かっていうと、比較を絶してるもんじゃない。比較以前だ。比較を絶したもんじゃなくてもあるからね。そして、そういう比較を絶してるものは何かというと、今言う二つに分かれる以前ね、考える以前だ。そういう生命の実物だ。だから一って言っても大って言っても同じだよ。で、一、大一っていうのは、このままもう実物だっていうことだよね。本当の、そういう比較を絶しているところの生命の実物っていうことが一大事だ。このそういう名詞、比較を絶し無二役無三、それは一体どういうことかって、それをもうちょっと言い換えてみれば、お機会が利かないってことね。私のためにちょっと変わってくれってね、ちょっと手が今臭いんだけど、みんなの前で手をすると手さえ悪いから、ちょっとあんた向こうで変わってやっといてくれって、そういうわけにいかないんだ。それでこれはどうしても置き換えの効かないのが生命の実。本当は誰でも彼でも置き換えの効かない自己切りの自己を生きてるでしょ。そしてその置き換えが効かないっていう自己切りの自己だけかっていうと、そうじゃないんだ。自己の見ている世界も置き換えに効かない。これはまあまたいつも言う話です。コップ見てるって言ってね、このコップ、私が見てもあなたが見ても同じコップって、こうみんな普通考えてる。それは置き換えが効くつもりでいるんだ。ところが本当のコップって、今私が見てるコップは絶対にあなたに置き換えさないんだ。角度は違う、視力が違う、光線加減が違うっていうんだから、これ私は私の善玉のコップを見る以外にないの。それからまああらゆるものを考えるんでもそうだ。考えるんでも、この例えば私が何かものを考えるっていうのと、あなたが同じ言葉で考えるっていうのと、やっぱり違う。これはやっぱり私切りの私切りの考え。それでそれがもう何から何まで、例えば社会って言ってもね、今の社会はって言っていかにも通じているみたいな社会がもうコロッとあってですね、そして同じ社会を考えてるみたいに思うけれど、絶対にそうじゃない。この頭はどういう社会を見ているのかね、私はこういう社会を考えてるっていうね、この
通じるのは言葉だけが一応通じるんだ。だけれど本当の生きた社会っていうやつは社会一つだってみんな違うと思う。で、そうするとね、結局はね、社会に限らずあらゆる世界が置き換えが効かないんです。それを今の我々置き換えが効くっていうことに、いわゆる言葉概念で慣れすぎてるわけね。いや、早い話が自然科学の場合実験するでしょ。本当この実験して、でもう一回同じ実験すれば同じ結果が出ると、こう考えてるわけ。そう前提してる。しかしながら本当はあれの絶対にその同じことが起こるはずがないんだ、生きてる事実は。で、そのいや今のまあこの論の話、あの原子とか素粒子とかっていうね、あの自然科学の話は私まあ全然読んでもわからないからあれだけれど、しかしこの頃の話になると、その素粒子かなんか見ただけでもう姿が変わっちゃうっていうもんね。そりゃそうだ、見るっていう力が働いたらもう実物は変わるんだ。そういうあの世界が確かにあると思う。いや、これ女の人だって、あの男がこう見たらもう変わった顔してんじゃないかその点に生きた世界同じ顔じゃないもん。それでその点ね、みんな今あの仏教の話はもう概念的にね、こう固定された話じゃないんだ。もう本当の生き生きした生命の実物の話だからね。だから決してね置き換えが効かない。自己は置き換えが効かない。と同時に自己の見ている、これ自己の生きるっていうことをね、半径にして、こう私がここにいるとするでしょ、と私が生きる、生きるっていうこの半径して、こうあれしたのは私の世界の、私の本当に見てる世界。それで私が生きるっていうことを半径にして見ないところは、私は知らないとも知らないんだ結局ね。例えば今このテレビでもって、まあいろんな世界中のいろんなことを放送してるじゃない。それを見ると、はぁ、アフリカってこんなことをやってるのかって言ってね、新しい情報が入る。その限りやっぱり私の生きる範囲、その限りが私の世界。で、そのテレビの情報の範囲が私のもう世界入ってきてるけど、それ以外のことはもう本当にわからない。で、その点みんなおのおのね、自分が自分の世界を持って生まれてくるんだし、でその世界を持って生きるんだし、その世界を持って死ぬんだし、これが生命の実。これもまあ私が毎度言う話でしょ。でそれも本当に絶対置き換えに効かない、この世界ぐるみ。だから私は私が置き換えに効かないというのは、私の持ってる世界ぐるみを置き換えに効かない。で、そういうのをね、そういう置き換えの効かない現生の世界、生々しい世界を一心一切法、一切法一心、これはこの前読んだ即心是仏の巻に出てきた言葉でしょ。自己の生命、その生命意味が一切の世界と言って、そういう一切の世界は私の生命、こういうことですね。それが生命の実物のあり方だと。
で概念としては一応通用している。かそういう通用しているそれぐるみが私の世界なんだから、ね、これ、ね、このなんか通用してるっていう概念として通用するっていう、これが範囲、それぐるみの世界、それが私のもの。だから決してこの私は私の世界だけ生きてるって言ってね、このいわゆるの独我論の話じゃないね。あらゆる通用すること、それくるみが私自己切りの自己の生命の実物だ、そういう話。仏教のいう生命の実物っていうのはそういうことなんだね。でそれが一大事のあれですね、一大事っていう生命の実物はそういうこと で、それを大事にすること、これは大事、大事っていう、あのそれだけが生命の、そういうのは、ね、生命の実物みたいな、これだけしかないんです、これだけが一番大事なんで、それがまた最高価値でもある。だから我々一体何のために生きてるのか、結局置き換えるは効かない、そういう生命の実物ですね。一心一細胞、一細胞一心中、私の生命の実物そのものを大事にして生きるということ、これに対して今のあれはそうじゃないね。例えば学校の先生っていうのね、今日はあの産休って言ってこの頃の小学校の先生なんかお産でよく休み、そうすると他の先生が来て教えるんだ、俺何も音書かないその先生っていうのでなきゃならないことはない、同じカリキュラムっていうのに従って教えてる限り誰であってもいいんだ、ね、そうするとこれは教師とは言えないね、教員だみんな今の学校の教師って言って教師って言うけど、私は教員って言うべきだと思う。ただ一員でしかないんだ、カリキュラムに従っての一員だ。それに対して吉田松陰とかね、福沢諭吉とかっていう人たちね、これは吉田松陰は吉田松陰でなければならないっていう、これは教師ですよ。だから福沢諭吉は福沢諭吉だけでも変わりはないっていうね。いや私がここで今喋ってんでもね、これは内山高尚でなきゃ変わりはないっていうような喋り方したいと思ってやってね、どこでも証拠現像調べりゃ誰でも同じような話するっていう話してんだったらね、これなら置き換えは効くものだけど、これ絶対に置き換えの効かない話っていうことをやりたいわけだね。だからあらゆる仕事はやめてそれでもってこれだけっていうようなことをやるわけまたまあ私が本を書くってね、これ誰にでも書けるような本を書いてるなら、それは本書き屋だ。今本書き屋っていう職業ずいぶんたくさんあるというふうに聞いてるね。私は本書き屋じゃない。私はどうしても私でなきゃ書けないっていうこと。その点から言ったら、まあお医者さんでもそうか。あの先生でもいい、この先生でもいい、そういうような治療するお医者さんじゃあね、これ本当の名医じゃないでしょ。本当のお医者さんという限りはどうしてもこの先生でなきゃ治療してもらえないっていうようなね、そういう治療は することを狙わなきゃなんないんだと思う。金さえくれる打者は誰でもいいやつのそんなつもりのお医者さんじゃ困る。その点また料理するっていうんでも、なんか食事の作る料理をするっていうんでも、
この人でなきゃっていうね、その成就の仕方をしなきゃならない。だから少なくとも天皇である限りね、総理の天皇というこれは重要な役ですよ。この天皇をやる限りは、このどうしてもこの自分でなきゃっていうことを狙いながらやる。それだから天皇っていう、これ普通の意味の単なる料理人でない修行がそこにある。だからね、まあ私があの天皇教訓を味わう、その人生料理の本っていう本ね、書いてるけれど、その天皇教訓に一教僧を念じて上六心となし、上六心を生じて一教僧となす、一教会となすというね、言葉あるね。この一本のナッパ、一本のナッパを取り上げて、これでもって本当の仏さんを作り出す、ね、そして仏さんを称して、この仏さんにここへ来ていただく、そういうつもりで一本のナッパを取り扱う。あるいは一教僧を念じて法を説を立つというね、これはもう 一本のナッパを取り上げて、これをどういう扱いするかって、もう立派なその法王殿を作るつもりで、法王殿を建立するつもりで取り扱われた。で、一味人に行って大法輪を手に、本当のもう未人の中へ入り込んで、でその大法輪を転ずるという仏法そのものを解かなきゃならないと、どういう言葉が天皇教訓にある。だからその点に、ね、何を見るんでも私は自己入りの自己が十方仏の十、これ仏さんの世界にあって、唯一行も私だけの世界を生きてるんだから、それでもう無にある無産でしょ。だからこれだけがもう全てなんだ。それで出会うところ我が生命って、私がまあその天皇教訓の味わう本にも書いてるけれどね、出会うところは我が生命の分身だ何をこの一本のナッパ取り上げても、この一本のナッパが私の生命の分身だもんね。そりゃそうだ、私が生きるという、その半径で描いた限りの世界はみんな私なんだ。だから それでそういうみんな出会うところは生命の分身だから、それを大切にして大事にして生きる、こういうことね。この態度をね、天皇教訓は修行するんだ。それで、だから天皇教訓にもう一つ言葉を挙げると、字を見ること他のごとくなる知人が自分というものね、これはね、本当にもう自分だけの一番大切なもんでなきゃなんないの。それ他人を見てるよ、どうでもいいんだっていう、そういうつもりで生きてる人だよね。金さえもらえば何でもしますって、そんなのは字を見ること他のごとくなる地に、地にってのはバカだ、ね、で、他を顧みること字のごとくなる君子愛、出会ったところに、まあ、他の人を見るけど、しかしながらそれは自分のこともしてその出会うっていうね、これが君子。でそういう、だから出会うところ我が生命っていう、そういうつもりで出会うところをいちいち大事にしていこうというね、この、ね、生命態度ですね。これがね、何者か因縁というのはただ一大事ないということ。だからこの法華経の話は私聞くと思うんだ。それを実践、道元禅師の場合実践としてね、天皇教訓がちゃんと書いてます。で、ただ一大事は即仏
시절이나 가르치고 유능한 고대마다 약간하노니 무슨 고소가 되겠고 뭐라고 마다 약간한다 이만이로니 일본인자도 무슨 지도네 무슨도가 난가って 考えたこと 나중에 動物道ぐらい考えてあるいはお魚ぐらいとか考えているからもうそれで通り過ぎちゃうね今我々仏教の中によくたくさん出てくるんだけど一体これ仏とは何かってねよく考えてみなさんいや私はもうだからずっと前から仏とは何かっていうのをいちいちこう考えてくる いるわけだけど、まあ今もだから仏っていうことは何かっていうのね温めてる最中だ俺もう何十年で温めてるんだけどまだ温めてる最中しかしながら今一応だんだんこうあえて仏っていうのも大体こういう意味が仏教の経典なんか見てるとこういう いろいろの意味がその時その時でこういろいろ変わって出てくるんだなっていうことねだんだんこう分かってきてるでまあその今まで分かった範囲の話をまあ一応お話ししますとね大体まず仏っていうのはね一番初めにね仏如来っていう如来っていう意味あると思うこの阿弥陀仏っていう代わりに阿弥陀如来って釈迦牟尼仏っていう代わりに釈迦牟尼如来っていうことでしょで如来っていう意味があるこの如来っていうのはね大体 来るがごとく去るがごとくってね如来如来を縮めて如来本当は来るがごとくで来るがごとく如来これを切り取ってるそれで これが如来さんの定義だ従って来たるところなくまた去るところもなし故に如来と名付くだからその来るところもない去るところもないしかしながら国に現れてるっていうねそういう字国国のこの時刻国にこう現れてるそのものですねそういう実物だだから時刻国に輸出しているだ湧き出ている湧き出てる生命ですね我々の生命これ初めから言ってるように仏っていうのを他人として見ていちゃダメですよ仏っていうのは我々の生命の実物の花火なんだからね事故なんだから
ここに湧き出ている生命そのもの、それに対して今度もう一つね、例えばね、お釈迦さんが悟り開いたって言われた言葉ですよ。我と大地、宇宙と同時上の三千草木、ことごとく皆成仏ってね。 お釈迦様がその菩提寺のもとで悟られた。そうするとお釈迦さんっていう個人だけが悟ったんじゃない。我と大地宇宙っていうのを、大地ですね。それからあらゆる我と大地宇宙。 同時上、感染症目、子供の国の行、この行の分かれ。 あらゆるものと同時に悟ってる。だから三千草木もみんな成仏してる。でまた法華経に出てくるのはあれですね、神仏牛首上座三無差別ってね、仏と。 一心と仏と、それから修行とっていうのはね、その三つは全く別物じゃない、たった一つのもんだっていう、こういうことですね。あるいは三害は、お釈迦さんのまた法華経の言葉で、三害は我なる。 その中の衆生はことごとく我が子っていうことばもあるね。このお釈迦さんにとって三害は、三害この世界は全て私のものだっていう、ね、でその中の衆生はことごとく我が子だ。さっき言ったね、私、これもお釈迦さんっていう他人のこと言っちゃダメだ。私っていうのは私の生きるっていうね、 の半径にして描いた世界でしょ。その世界ぐるみっていうことですね。一国公の我と大地宇宙と同時上の三千草木、ことごとく皆成仏。神仏、牛首上、是三無差別とかね、三害は我が子、その中の衆生、ことごとく皆我が子っていう、一体どういうことかっていうと、今言った一心一切法、一切法一心っていうね、 生命の実物って言ったらもう生きてもいっさいぐるみだ。それが仏だね。そういう意味の仏だ。二番目の方。それから三番目はね、あの正法元の正寺の前、正寺は仏の多い命ない。
本命の地なり仏とかありますかね。この仏は、どういう形でしょう。この、こういう、あれですね、一切も一切も一心で、そういう生命の実物が一番大切だっていうふうに言うのが仏です。これはもう、最高価値としての仏。 そういうような意味ある。それから4番目にはね、過去、これは即身是仏の巻に出てきたけれど、過去現在未来の諸仏ともに仏となるときは必ず釈迦牟尼仏となるなり、これ即身是仏なりということもある。 これは誰でもね、本当に仏となるのはお釈迦さんになるんだ。それが即身ですっていうことなんで、これはどういうのかっていうと、あれですね、お釈迦様っていうのはね、これは事実、成仏者、これ、成仏、行です。これ、4番目としては。 今までは、どうも、今、実際に働いていないでしょ。今、ところが本当に、現生の仏さんになったっていうね。それが釈迦牟尼仏となるわけですね。釈迦牟尼仏っていう意味は、だから、行仏っていう意味です。それから5番目にはね、諸仏はこれ、大人外ってあったけど。 大人になると本当の意味も大人になることだ。まあこれは生命が本当の意味で実現した、そういう意味だからね。でまあ今私が仏っていうことはね、今まで私がいろいろこう本を読んで、この仏はどういう意味かなと、どれかあるの意味になってるわけで、まだ 仏教の本に読んできて、まだこれ以外に出てくるかもしれないけど、大体この程度で、今この、ただ一代には、即仏知見なり、戒律五十なりっていうところのね、この仏知見の仏は、どれかっていうとね、これまずこの、 一切ぐるみで生きる生命の実物ね、この意味だと思うね。で本当にね、生命の実物って、生命の実物は一切ぐるみだ。それでね、まあ、面談さんの注釈によるとね、 この心にあるを地という、この目にあるを剣というっていう注釈があったけどね、これが立ってると思う。要するにこの生命の実物が実体験するっていうね、それが知で、それを見るっていう時に剣という、だから仏知見って、まあそういう意味として見ているとね、大体我々生命の実物を言って、 そして、その、それで体験したところが知見だ。で、これが、この、まあ、昔の言葉で言えばね、如実知見っていうね、
一切の法の如実現する仏さんも、大体仏っていう